天の先発は5勝をマークしている戸村、いきなりエラーをきっかけに大ピンチとなってしまいます。ノーアウトフルベース、打席には4番の内川。ここはしかし合わせたバッティング、セカンドゴロ463と渡ってダブルプレー。その間に三塁ランナーの明石が生還いたしまして、まずは1点を先制。なおも2アウトランナー3塁からイーデホ、しかしここは空振りの三振。なんとか1点で戸村は抑えました。2回の裏、ソフトバンク先発スタンリッチ、ワンアウトランナー1塁から、しかしペーニャは空振りの三振。2アウトとなって島は見逃しの三振、得点を与えません。3回の表のソフトバンクの攻撃、ワンアウトランナー2塁3塁のチャンス、打席では柳田。叩きつけるバッティング、これがセカンドゴロとなりまして、その間にランナーが生還いたします。さらに打席には内川、初球打ちはセンター前のタイムリー、これでさらに1点を追加いたしまして、3対0とリードを広げていきます。4回の裏、スタンリッチのピッチング、松井和夫三振、さらにサンチェス見逃しの三振。5番に抜擢された石峰だったんですが、セカンドゴロ、クリーンナップと両三者凡退、危なげのないピッチングを披露いたします。5回の表のソフトバンクは2アウトランナー2塁から、ここも高谷がチャンスメイクになって柳田の当たり、ぐーんと伸びていきまして、ライトスタンドへの第20号のツーランホームラン、これで5対0とリードを広げていきます。工藤監督も大喜び。さあ両チームのラッキーセブン、7回の表です。マウンド上2番手の大塚から、ここも高谷がチャンスメイクになってスリーベース、明石がセンター前のヒット、これで6点目が入ります。なおもランナーが2塁3塁で柳田にもヒットが出ました。そして7回の裏でありますが、スタンリッチからこの石峰、粘ってフォアボールで歩きます。そして2アウト1塁からペーニャが流し打ちのホームラン、ライトスタンドへ今シーズンの第9号のツーランホームラン。やっと楽天は今日も一発攻勢で2点を取ります。8回の表、マウンド上は3番手の加藤、ワンアウトランナーが1塁から、打席には高谷、これがショートゴロ併殺、後続はなんとか断ち切りまして点を与えません。さあしかし9回の表です。2アウトランナーなしから、その加藤から柳田の一発は今シーズン3度目の1試合2ホーマー、第21号ホームラン、これで9対2、再び突き放しにかかっての7点差です。さあ9回の裏、マウンド上は3番手の飯田裕也、2アウトランナー1塁からペーニャはライトへのフライ、これで試合終了。これで楽天の方は5連敗となりまして、首位のソフトバンク貯金を27に伸ばしています。